水原一平は北海道苫小牧市出身の日本の通訳者。メジャーリーグベースボールのロサンゼルス・エンゼルスで大谷翔平の専属通訳を務めている。既婚186センチメートル。6歳まで北海道苫小牧市で過ごし、1991年に和食料理人の父がロサンゼルスでいた前を始めたことをきっかけにアメリカ合衆国へ移住した。 学生時代は高校までサッカー部とバスケットボール部に所属していた。2007年にカリフォルニア大学リバーサイド校を卒業した。ロサンゼルスドジャースに所属していたロモヒデオの活躍によって MLB に興味を持ち、2010年より当時ボストンレッドソックスに所属していた岡島秀樹の専属通訳となった。2012年からは日本へ帰国して、 北海道日本ハムファイターズの球団通訳となり、ブランドン・レアードやクリス・マーティンなど日本ハムに所属する外国人選手の通訳や生活のサポートを務めた。選手たちに連絡があったらすぐ駆けつけると約束し、選手の家族にまで配慮を行った。後に妻となる女性とは、当時日本ハム所属のルイス・メンドーサを介して知り合ったという。 日本人選手からも好かれており、一平ちゃんとの愛称で呼ばれた。また非対抗とは特に仲が良く、たびたびキャッチボール相手を頼まれた。マスメディアによる外国人選手たちへの取材に、水原は協力的で記者たちから好評であった。2017年オフに日本ハムファイターズ所属だった大谷翔平がロサンゼルス・エンゼルスへ移籍したことに伴い、以降、 大谷の専属通訳としてエンゼルスに所属する。通訳以外にも運転手やキャッチボールの相手など講師に渡たり大谷をサポートしている。水原は大谷のスケジュールはとても特殊であり大谷のキャッチボール相手が周りにいない時もある。私が進み出てキャッチボールをする。と話していた。MLB へ所属した日本人選手の中にはクラブハウスで孤立してしまう。 物もいたことを水原は耳にしており、大谷を孤立させないように水原は注力した。エンゼルスの選手たちがあるスマホゲームで遊んでいることに水原は着目し、大谷がそれをダウンロードして仲間に加わった。その3年後の2021年の取材時点でも水原たちは同ゲームをずっと楽しんでいた。2018年に結婚した。同年。 大谷から妻との新婚旅行のチケットを送られている。2018年には1月から11月14日、時点まで大谷と毎日化を合わせており、オールスターゲーム期の休暇には、ユニバーサル・スタジオ・ハリウッドへ同行した。2018年から2019年春にかけて、大谷が故障からのリハビリテーション及び復帰のための調整を行っていた期間には、水原は、 大谷と冗談を言い合ったり、スマホゲーム、クラッシュロワイヤルを一緒に遊ぶなどしてリラックスさせた。クラブハウス管理人のエンゼルは、水原が大谷をすごく助けてくれている。だから精神的にも良い状態だったと思うと語ったという。2020年2月に大谷が、米国での自動車運転免許を取得した後も、大谷が運転する際には水原が、助手席に同乗して監督した。 2021年に大谷が MLB オールスターゲームの前夜祭りとなるホームランダービーに出場した際には水原が補修役を務めた。また同日のレッドカーペットショーへと独身の大谷が誰と共に登場するのか注目されたが水原が共に歩いた。ありがとうございます。